NGC1600 はエリダノスザの大円銀河で2億光年の距離にある。この銀河は NGC1601 や NGC1603 のような30ほどの小さな共銀河を持っているが他の銀河からは孤立している。木戸東光線は箱型でほとんど回転していない。h α 1 0 0は星形成が現在行われている可能性を示している。また、この銀河は X 線の放出源として知られている。NGC1600 は40億年前に銀河が合体してできたものだと考えられている。この銀河の年齢はおよそ46億から88億年であると推定されている。NGC1600 は銀河の中心のブラックホールの影響で中心の周辺に星が広く分布している。NGC1600 のサイズは銀河としては 典型的なものであるが、2016年、その中央に質量が170億対応質量に達するブラックホールが見つかった。基地のものでは最も大きい部類であり、銀河のまばらな領域でこれほど巨大なブラックホールが見つかるのは異例であった。従来、超大質量、ブラックホールは銀河が密集した領域の中心でのみ発見されており、 NGC1600 が属する銀河群はそのような密集領域ではなかった。この発見は他にもまばらな領域に巨大ブラックホールが存在する可能性を示すと同時にこれまで考えられてきた以外の方法でブラックホールが形成される可能性があることを示唆している。ありがとうございます。